Vine v i はオープンソースの Windows API 実装を通じて、主として X86 アーキテクチャ上のユニックス系オペレーティングシステムにおいて、Windows 用アプリケーションをネイティ動作させることを目標とするプログラム群である。XWindow システムを利用して、16bit、32bit、64bitWindows 向け GUI アプリケーションを動作させることができるほか、 MS-DOS 用アプリケーションも動作する。X86 上の Linux 環境を中心に開発されているので、ソラリス、フリーブスド、MAX など他の OS にも移植されているが、それらの環境下では問題が発生する可能性は比較的高い。原理上、カーネルレベルのスレッドに対応している OS であることが必要である。名称は、もともとは、 当時語であることを意識して、大文字で、ワインと表記していたことがあったが、現在は、ワインと表記するのが正式である。Windows エミュレータに由来すると説明されることも、あるが、Wine is not an emulator に由来するという、一見して、ジョークとも取れる、前者とは矛盾する説明がなされることもあり、これは、技術的理由による。詳しくは、口述する。ライセンスに、 LGPL を採用している。フリーソフトウェアである。かつては BSD ライセンスを採用していた。ワイン以外に Linux 上で Windows アプリケーションを動作させる方法としては、前 e n や VMWare など仮想マシンを構築するものが代表的である。ワインはそれらとは異なり、互換レイヤーとして動作する。つまり、Windows プログラムが要求する。 DLL の代替品を供給し、また Windows NT カーネルのプロセスを再現することによって Windows プログラムをネイティブ動作させる。簡単に言えばワインは Linux 上で Windows を動作させているのではなく Linux に Windows と同じ挙動をさせているのである。したがってワインで Windows プログラムを動作させる上では Windows のコピーもライセンスも必要ではない。ただし、 ワインのエミュレーションライブラリーが不完全な場合には、Windows の DL を利用することで解決できる場合があるが、その場合には w i n を動作させるコンピュータに、Windows のコピーとライセンスが必要である。ところで、Wine という名称は、Wine is not an emulator を略した再帰的、当時語であるとも説明される。d o s b a c や Jeans のような典型的なエミュレータと、異なり、ワインは、 基本的には CPU エミュレーションを行っていない。そのため通常この種のエミュレータに発生するオリジナル環境と比べた著しいパフォーマンス低下がワインには見られない。このことを強調する開発者の立場からそのような説明がなされる。実際アプリケーションによっては Windows 上より高速に動作することもあるという。同じく基本的には CPU エミュレーションを行わない。 X86 上の仮想マシンにインストールした Windows 環境と比べてもそのような実行速度は優れたものである。しかしその代償としてプロジェクト規模が巨大化したワインは人的資源の不足のため本来実装されるべき機能が依然として完全には提供されていない。そのため再現性は仮想マシン上にインストールした Windows と比べて大きく劣る。 高速化よりはむしろ再現性の向上を第一の目標として開発されている。なお、ドライバはカーネルモードでの実行が必要であるため、サポートされない。ワインに含まれる Windows API 実装はワインリブと呼ばれ、これを用いて Windows プログラムのソースコードからプラットフォームネイティブな場合なり、実行ファイルや DLL をビルドすること可能である。しかしながら、 X86 環境では付属するバイナリローダーワインコマンドからコンパイル済みバイナリを起動すればよく実用上は実行速度にも大きな差はない。非 X86 環境で Windows バイナリを実行するためには KEM などを CPU エミュレータとして利用可能だが低速である。3マイクロシステムズの PWI や WI Windows API のパブリックドメインソフトウェアによる完全代替を目指したものの影響を受け、ボブ・アムスタッドとエディック・ヤング・デールにより、Windows アプリケーションを Linux 上で動作させることを目的として、ワインプロジェクトは1993年にネットニュース上で創始された。当初は、Windows 3.1用16ビットアプリケーションに主眼を置いたが、 現在は3 2ビット中心に開発されている。1994年以降はアレクサンダー・ジュリアードがプロジェクトリーダーを務めている。プロジェクトは困難を極め、なかなか互換性が高まらなかった。特に1990年代は日本語環境においてアプリケーションが思うように動かせない状況が続き、ワインのインストールや動作にもそれなりのスキルが必要とされていた。 ワインプロジェクトに着目したコーレルなどの支援によって一時的に状況は好転したが、マイクロソフトのコーレルへの大規模投資が原因となって、この支援は中止された。現在は、コドウィーバースがジュリアードラを雇っている。また、グーグルは、Linux 版パカサでワインを利用し、ワインの開発を支援している。最初のベータ版となった、バージョン0.9は2005年10月25日に、 リリースされ、最初のリリース候補版は2008年5月9日にリリースされた。2008年6月17日にはワイン1.0がリリースされた。2010年5月21日ワイン1.2のリリース候補版がリリースされ、2010年7月16日ワイン1.2がリリースされた。2012年3月7日にはワイン1.4がリリースされた。 2014年5月現在のワインのバージョンは安定版1.6、2、ベータ版1.7、18である。なお、ワイン1.8のリリースはバグ17,273が修正され次第発表される予定である。ワインにおける Windows アプリケーションの動作状態はワインアプリケーションデータベースで調べることができる。ワインアプログで,で,では ワインユーザーからの動作報告がデータベース化さており、アプリケーションが動作状況の良い順にプラットナム、ゴールド、シルバー、ブロンズ、ガーベッジで格付けされている。一般にワインのバージョンごとに格付けが変わる。ワイン1.0でがリリース基準に使われたこともあり、ワイン1.0ではこれらのアプリケーションが問題なく動作すると報告されている。 補足しておくと、ワインにダードックスのランタイムをインストールするのは、非推奨である。これは、ダードックスが直接ハードウェアをコントロールすることがあるため、Windows そのものが存在しているわけではない。ワイン環境においては、CPU や GPU といったハードウェアを破壊しかねない可能性があるためである。また、ワインが搭載しているダードックス9のランタイムで、大抵のアプリケーションは動く。 ワインにはワインコマンドを中心として様々なプログラムやツールが含まれている。コマンドプロンプト、メモ帳、タスクマネージャ、マインスイーパーやワードパッドコントロールパネルなども含まれている。コマンドラインから起動する場合、CMD、タスコームガー、ワードパッド、コントロールなど一部のプログラムについてはワインコマンドの引数としてプログラム名を指定して起動する。例えば、 ワードパッドを起動するには仮想端末からと入力する。なおドルはバッシュ等のシェルにおけるプロンプトである。ワイントゥールズはワインに含まれるツール群である。これらは Windows 型実行可能ファイルではなく、パールや C 言語などで記述されたユニックスネイティブプログラムである。ワインやアプリケーションの EXC ファイルやレジストリなどはホームディレクトリ内の。 ワインディレクトリ下に保存される。保存先は環境変数ワインプレフィックスを設定することで変更できる。かつてワインの設定ファイルとして config というファイルがあったが2005年に廃止され、現在は拡張子がレッチンのファイルに設定が保存されるようになっている。アプリケーションのデスクトップエントリーファイルやアイコンなどはホームディレクトリ下のにインストールされる。 これらのディレクトリにインストールされるファイルは GNOME や KDE などでメニューに使われる。Wine は環境変数 Wine ィバグを使用することで様々なデバッグが行える。構文。Nowiki クラス Nowiki には w o on, R, f i x e Trace のいずれかを指定する。また Nowiki,Nowiki の指定によって チャンネルの入れるか入れれるる。かかないかを切り替えるチャンネルには、リレー、DLL、ヒープ、オールなどがある。詳しくはのリストオブデバッグチャンネルズの章を参照。例。すべての警告メッセージを表示する。すべての中継メッセージを表示する。この環境変数の指定によって、特定の DLL の関数が、どのような引数で呼び出されているか、どこで、 どのような関数が完全に実装されていないかがわかる。ダーリングワインと同様にオセックスのコードをオープンソース実装しようというプロジェクトを楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。